皆さんこんにちは。チームフローの宮越大樹です。コーチング基礎10日間マスタープログラムをご覧くださって本当にありがとうございます。いかがだったですか？あ、まだ最後まで見てないっていう方、ぜひ最後まで見てみてください。流しにだっていいんです。絶対に面白いところがあるはずです。そして、もう一回見たけどそういえば忘れちゃったなっていう方、ぜひもう一回見てみてください。もしくは、興味持ったらいろんなビデオが YouTube 上に出てますから、いろんなものを探して見てみてください。本当にベーシックな内容ですけれども、ちょっと使ってみるだけでいろんなことが変わり始めますし、興味持ってもう少しいろんなことやったら、もっともっといろんなことが変わります。ぜひ、私たちが持っているコミュニケーションテクノロジー、たくさん使っていただきたいんです。さあ、そして、皆さんに直接お会いして、いろんなことをお伝えしたいなと思って、講演会をずっとやってます。そして、今、僕が最新でやっている講演会が、これなんです。コミュニケーション心理学講座というものです。で、コーチングって言ってるんですけど、実はチームフローのコーチングは、今話題のアドラー心理学をはじめとして、実は多種多様な、この数十年間作られてきたいろんな技法、いろんな理論を参考にしながら、シンプルで分かりやすくて結果が出るための手法を開発しようと思って作られてるわけです。で、今まで僕はほとんどコーチングのお話しかしてこなかったんですが、その背景にあるアドラーっていうものと、それからいくつかの主要な心理学の考え方というものを理解してみると、あ、コーチングってじゃあこれをもっとやればいいんだとか、こんなやり方したらうまくいくんだってどんどん理解が進んでいきます。ぜひコーチングに少し興味を持って次に何を学ぼうか迷ってるあなた、コミュニケーション心理学講座ぜひお越しください。実は1回目2回目もやってまして、今度は3回目の開催になります。で、あ、1回目2回目行ってないっていう方のためにちょっとだけポイントをお伝えしたいと思います。1回目ソリューションフォーカスのポイントと大目的論というのをやりました。アドラーの目的論、それまでのね、以前のフロイトを中心とする何か問題には原因があって、それを見つけて解決していくっていうことが大切なんだという考え方から、アドラーは過去はいいと。未来、本当はどう生きたいのって、何がしたいの、何を求めてるのって目的にアクセスすることが大切だということを教えてくれたわけです。そしてそのアドラーから始まったいくつもの心理学の流れの中で、70年代に生まれたのがソリューションフォーカス。問題ではなくて、最後どうなったらいいか解決を見ましょうという考え方です。そこのスキルをいくつもお伝えしながら、あ、目的論ってこんな風に実際にコーチングに使えるんだ、カウンセリングにもこんな風に使えるんだというお話をしてきました。そして、それだけでももちろんいろいろうまくいくんですけれども、第2回目、フォーカシングと全体論で問題を解決というお話をしてみたわけです。フォーカシングというのは、ロジャースの、まあ、ご存知かどうかわかりませんが、ロジャースというね、20世紀の、心理療法家で一番影響を与えたと言われている人がいますけれども、その人のお弟子さん、ジェンドリンという人が開発した技法なんです。どういう技法かっていうと、心の内側をこう丁寧に探索しながら、自分の体がとか無意識が何を伝えたがってるのかなとか、何を本当は求めてるのかなっていうものを探っていくための技法なんです。で、それのご紹介をしながらね、実はもう一人の自分と対話をしていくとか、自分の中の葛藤を処理していくっていうのがどうやったらできるのか。で、そのことを踏まえて、じゃあ内的な葛藤ってコーチはどう扱えるのか、カウンセラーはどう扱えるのか、そして外的な葛藤、対人葛藤ですね、人との葛藤も同じ考え方でどう扱えるのか。アドラーの言う全体論です。個人と個人の間にある矛盾とか、個人の内側にある矛盾っていうのをどうやって解消してリソース、使えるものにしていくのかっていうことについていろんなお話をしてみたりしたわけです。あ、なんだそんなんだったら聞きたかったっていう方、もう少し待っててください。DVD とか出ますから。で、第3回目なんです。今、まあ、話題だし、それから、どんどん使う人が増えてきてる認知行動療法っていうものを入り口にしながら、実は人間がなんでこういう行動を起こすのか。まあ、今の現実、結果というのは私たちがしてる行動っていうものによって作られてる側面があるわけなんですけど、私たちが行動を起こすメカニズム、その背景にある思考とか感情とか、その奥にある信念っていうものがどういうふうにできてるのか。実は認知行動療法が持ってる理論っていうのは、その我々がどんなふうに物事を考えて、どんな感情を持って、どんなことを考えて、どう行動するかっていうことがどう現実に影響してるか、そこのどこをどう変えられるかっていうことに対して、たくさんのアイデアを含んでるわけです。問題ではなく、目的に向かって
進んでいくっていうこともアイデアを手に入れ、そしてもう一人の自分と対話をしたり、よその人との葛藤をどうやって処理するかを学んで、しかも現場で自分がなんでこう感じてしまうんだろう、なんでこう考えてしまうんだろう、なんでこんな行動を取るんだろう、どうしたらそれが変わっていくんだろうということに対してどう関わったらいいか考えたらいいかのスキルを学んでいくというのが第3回目なわけです。そしてその時に実はくっつけて理解すると役に立つのが NLP のメタモデルという質問技法です。で、このことがあると実際に、まあ、我々が現場検証と呼んでいる問題が起こっている現場で何があるからなかなかそこから抜けられないのかということに関してどんどんとヒントが出てくるわけです。で、こういう知識を身につけた上でね、で、今までのその10日間で学んだものとかちょっと練習したものをまた使ってみるとピッ、切れ味鋭くとか、そしてグッ、深く入っていくことができるようになるということなんです。3月18日水曜日に東京赤坂でやります。直接会いたいなっていう方も、それからなんかもうちょっと学んでみたいっていう方も、ぜひぜひお越しください。非常に楽しいものになるんじゃないかなと思います。4回目、5回目、6回目も、毎月ね、1回ずつ、進めていきます。第3水曜日。次は NLP のサブモダリティというのと臨場感、ステートの関係。実はチームフローのコーチングは、どれだけクライアントさんと臨場感を作るかということによって結果が出ていくわけです。その秘密についてお話ししたりとか、NLP の技術とか考え方も、解説しながらですね、よりディープに臨場感を作っていくとか、何かヒントを一緒に得ていく方法を考えてみたいです。そして、私の先生の先生でもあるミルトン・エリクソンという人が、まあ、この人も20世紀の非常に著名な、カウンセラー、セラピストですけれども、彼が本当に大切にしていた5つの教えというものが、コーチング、カウンセリングにどう影響するか、そして私たちが学んできたコーチングの背景にどんな風にあるのかっていうことを解説しながらですね、人が変わっていくヒントみたいなものをお伝えしていきたい。そして、実は、平本も私もですね、家族療法家からもいろいろ学んでます。家族療法っていうのは、家族を一堂に集めてですね、そこで問題に対してこう関わっていく、一対多の関わりができるカウンセラーです。で、彼らがやってきたこと、気がついたことから学ぶ、どうやったらグループコーチング、一対多のコーチングができるのか。10日間でやったことをベースにしながら、それにさらに応用していくとか、何か新しいヒントを付け加えていくためのプログラムです。来れない回、ぜひ DVD 出るので見てみてください。絶対にお役に立つはずです。そして来れるところは直接一緒に学んでみましょう。解説をします。デモンストレーションもします。その解説もします。一緒に楽しめながらコーチング、理解を深めたりブラッシュアップしていければと思います。会場で直接お会いできるのを楽しみにしています。それではまた。